どうもー。皆さん、こんにちは。久しぶり。ガズの家です。ガズの家っていうのは、まさに文字通り、ガズのお家を紹介するというガズのね、ガズレレ動画の一個のコンテンツなんですけど、再生リストがあるんですよ。前、リビングルームとか紹介したことあります。概要欄にそのガズの家の再生リスト貼っとくんですけど、今日はですね、ガズの家。我が家なんです、これ。賃貸住宅で南新宿に住んでるんですけど、いいとこでしょ、ここ。これはね、縁側なんです。ちょっと広い縁側でですね、ここでこう、お庭があるんでですね、ここでお庭を眺めながら、コーヒー飲んだり、お酒を飲んだりしているところでございましてね、こう、夫婦でこう、向かい合って、ここにね、本棚があって、本読んだりとかしてるわけですよ。ね、ハニーさんの作ったこのぬいぐるみが置いてあったりしてね。はい。で、今日ね、皆さんにシェアしたいのは、こっちの部屋。こっちの部屋には何があるかというと、そう、皆さんいつも見ていただいているガズレレ YouTube の動画を撮影している部屋でございます。行ってみましょう。ここはですね、まあ、洋間なんですけど、はい。こじんまりした部屋ですよ。これ6畳だね、多分ね。そうですね。はい。で、6畳でこっち側で、ここにカメラがあるでしょ。このカメラで、要はここにガズさん座って、こうやってこのカメラに向かってこうやって撮ってるわけですよ。すごいでしょ。ほら、こっちから見てもらうといつもの景色になると思うよ。どう？ほら、この感じでしょ。いつも見てもらってるの。このカメラでこうやってやってるんです。ここに楽譜を置いてね、見ておりますと。はい。それでね、まあ、ちょっとこの後でゆっくり見るとして、ちょっとくるっとパンしてもらうと、こっちにですね、ハニーさんの秘密基地が、秘密基地でも何でもないけど、ハニーさんの基地、これは、じゃあ、ここからちょっとカメラ変わろうかね。はい、選手交代。はい、このストックもここに入ってるでしょ、ここの中、衣装ケースみたいな。ここにね、布がいろいろ入ったりとか、フェルトがあったりとかして、うん。ちゃんとこう整理されてるわけでございます、ここにね。そうだね。なんかこんな感じで、はい、ほら、柄物とか。うわー、すごい布だ。で、ここが、へー、こんな感じで。この、歯切れっていうかね。まさに。そうそう。で、これ大きいものとか、ね。工房ですね、工房。素敵な柄のがあったね、今ね。で、これが、ハンプで。ハンプ。素敵な柄のあった？なんか、これとかなんかすごいね。これね、そう、うん。これはね、ベトナムのね、金松さんの、あ、そうなんだ。奥様から、プレゼントしてもらったりして。あと、ほら、毛糸はこの辺、こういう風にね。あ、毛糸のストックも、ウクレレストラップでね。そう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 。ね、で、この辺もいろんなストックがあって。ほうほうほう。すごいね。で、こういう風になってて、うん、はい、こっちをここに、ほら、フェルトが、いつもいろいろで使ってるフェルトのストックがここにあって、そして、はい、縫い物時間。あ、これいい告知ですね。ハニーさんのやってる YouTube チャンネル、縫い物時間という縫い物の初心者 YouTube チャンネルをハニーさんやってて、チャンネル登録者が1万2000人突破ということで、素晴らしい感謝ですね、皆さん。はい。その縫い物時間もこのミシンから生み出されてるということですね。そうだね。はい。ここがハニーさんの、いつもここでこもってもひたすら何かこう動画とか作品を作っているというところでございます。そうだね。こういうの可愛いんだよね。そうそう。これ。この開けてみると、何が入ってるんですか？これ見せてください。こっちはね、毛糸。わあ、刺繍糸か。そう。毛糸のね、刺繍糸とか。そう、刺繍したりとかいろんなの使って。で、こっちはね、なんか作って、今どうしようかなって、うん。そうそう。ちょっと試作とかで、そうそう、したものがちょっと入ってる感じ。はいはいはい。あ、そしてこれが。そう、これね。鯉のぼりの。鯉のぼりキットを販売したというやつですね。そう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 。これキット、もう今も売ってんの？そう、17日ぐらいまででしたけどね、今回は、ね。概要欄に貼っときます。これね、そうそう、手作りキットを今販売中で、結構大好評で、皆さんご注文いただいているということで、すごいですよね。可愛いでしょ？はい、ね。DIY でお子様と一緒に作るのいかがでしょうかと。はい。いいですね。で、このね、このライトを当てて、このミシンでいろいろ生み出していると、うん、こっちもいろいろね、もうこういう、プロと言わない、プロのね、プロのプロですよ。もうこれは。はい。そして、なんだか知らないけど、ここに、ずらずらずらと並んでいるのが G ラボのウクレレたちで、これガズがいつもね、使ってるやつですね。はい。右から、ヴィンテージシリーズソプラノと、ガズモデルと、ブラックビューティーが今並んでると。はい。でね、最近登場した10周年記念モデルもね、今ちょっと向こうでメンテナンスしてますけど、ここに置いてあるということでございますね。はい、ここがハニーさんコーナーですね。うん、はい。ほんで、ハニーさんコーナー実はこっちの面にもあるんだよね。そう。ここが、この角は、実は、
ハニーさんがおしゃべりするコーナー。そう。ガズさんの反対ガズさんはこのコーナーを使ってるんです。そうそう。ガズさんはここの角度でしょ？いつもこのカメラで撮ってるここの角度でしょ？ハニーさんはここで自分の動画の紹介動画を撮ったりしてるんです。そうそう。すごい、こう、場所の効率いい使い方。ハイブリッドっていうのが違うの、そう。なんだろう。これただの6畳間ですからね、洋間のね。はい。そして、まあ、ちょっと見ていきますよ。ちょっとこれ紹介してください。このかかってるやつ。うん、これもだから、ハニーさんがね、作った。私が作ったものでね、動画で作ったものとか。刺繍でしょ、これ。そうそう、刺繍。やばいです。でもほら、もう波縫いだから。まあね。そうそう。もうこの辺も、これはね、私が、これも刺繍作ってずっとお気に入りの、これもいつかね、出したいと思うんだけど。こんな感じで全部ね。まあ、デザインとね、この、ほんのりしたこの刺繍、ゆるい刺繍がね、うん。はい。これも刺繍なの？そう、それも刺繍なの。やばいですね、ちょっとこれ。トートバッグ。これも手作りですね。そう。この辺もね、みんな、それこそ、見ていただく機会が、今度あるんでね。かわいいね。これも額に入って、これも刺繍なんだな。そうなんです。こういうのが、いっぱいあるわけですよ。これなんかもね。そう、でもこれも波縫いだからね。波縫いだからね、だってこれはもう。だから、大丈夫、みんな、根気があれば。うん、根気があればね。そうそう、だから、こういうちょっと精神集中のなんかものすごいことになってます。ここに座ってんでしょ、普段。ちょっと今、スタンドはあるけれどもね。で、縫い物時間ではここでなんかこう、なんか挨拶したりなんかしてるわけですね。ぜひ動画で見てみてくださいと。で、こっちにパンしてくると、いつもガズで映ってるやつの後ろになるんですけど、これいつものね、あれハワイのなんかこう、アロハエアラインのなんかポスター、当時のポスターのリニューアルものですけど、この縁はハニーさんの DIY ですね。そうね、これね。この額縁は小杉さんが作ったんですよ。そう、結構お気に入り。はい。こんな風に。あ、これ、ガズが描いた絵です。そう、これすごいよね。マジック、一筆が効いて描いた。そう。いいですね。こんな感じ、グリーンも置いてあり。かわいい。そう、これね。かわいい。で、まあ、こういうね、お猿さんたちがここに見守っておるんですよ、こうやってね。はい。これもハニーさんの手作りの、これ G なんですよ、ガゼレの G。ヘビさんと G。まあ、こう、スケボーの、なんかこう、写真があったり。あ、これが、10万、チャンネル登録10万人の盾、ね。ありがとうございます、皆さん。本当に。それを支えるのは、はい。お猿さん。お猿さん、これ、オラウタンだよね。オラウタンさんでございます。はい。まあ、こんな感じで、映ってる。これもポスターをハニーさんが、パソコンで書いたやつ。パソコンで書いたやつ。そうそうそう。はい、スケートボード。アーバー、スケートボード。これ、スケートボードね、いいですよ。でも、スケートボードはね、本当にね、怪我するんでね、危ないですよ。うん、はい。楽しいスケートボード。あ、これが、まあ、ガズのコーナーなんですけど、うん、なんと、これはですね、皆さん、聞いてください。今、これ、ガズレレの、YouTube を撮る、まあまあ、ここにね、これ、初めて送る、シンプル簡単バージョンですから、初めて送るです。こうやって撮ってるわけでしょ、こうやっていつも。どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室、ガズレレのガズだよって撮ってるわけです。で、皆さん、まだ、もう一個実はこの部屋には使い道があるんですよ。これ皆さん、びっくりしますよ。じゃあ、今からやっていきましょうか。はい、じゃあ、よーい、スタート！でんてけ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 でんことみたいな感じで、はい。ガズピアノの収納スペースじゃねえや、収録スペースに早変わりなんです。こうやってやってんです。めちゃくちゃこの有効利用じゃないですか？この部屋6畳ですからね。6畳なのにガズピアノの撮影と、ガゼレレ YouTube の撮影と、ハニーさんの動画の挨拶、動画の撮影と、それプラス、ハニーさんの秘密の制作工房に、こっち側なっているわけでございます。素晴らしい、この、なんていうかな、狭い家を有効に活用する知恵が満載のこのガズレレの撮影ルーム、今日はご紹介しました。しかも、ウクレレの置き場でもあるわけですからね。はい。いやー、皆さんなんかこれ、ご参考になるといいんだけどな、ね。一つの部屋でこんなにいろんな用途があるって結構すごくないですか？はい。なんでこの部屋はね、もうめちゃくちゃ、有効活用しているわけでございます。で、ちなみに我が家はですね、いい感じの狭さというか広さもちょうどいいんですよね。この部屋と、今見てもらったこの縁側のね、このスペースと、
あ、これです。ちょっと今もさっきもね、ちょっと紹介したけど、はい。今度のガズレレ生誕10周年記念イベントモデルのこのウクレレもこんな風にあったりしてですね。絵になりますね、このウクレレ。ほら、見て。いいでしょ？はい。これのご案内もね、近々もうできると思うんでね。この木目がすごいんだ。はい。こんなウクレレたちに囲まれて、おるわけでございますと。ね。ほんと素敵なウクレレなの、これね。すごい弾き心地も最高。10周年モデル。はい。これもちゃんとありますよ、ということでございます。これ、10畳ぐらいあるのかな？そうだね。和室があるんです。ここベッドルームです。うん、あ、そう。これはベッドルーム。そう。なんか、ほら、こっちでもいい、こっちもいい感じですよ。そう。これが、まあ、和室なんです。で、あの奥にね、実はウォークインクローゼットというか収納があるんですよ、ここに。ここが倉庫になってまして、なかなかすごい、不思議な部屋でございます。そっちに行くとリビングルームが見えてる。そうですね。もうこれでもう全貌を公開しました。あと、お庭。お庭がいいんですよ。最高です。ね。リビングルームはね、まあ、そうだね、前回ね。ちょっと紹介したんで、まあ、またこの動画を見ていただくとして。はい。はい。まあ今日はそういうわけでガズの家、まさにガズの家紹介、ウクレレ撮ってる部屋を紹介しましたということなんですけど、いかがだったでしょうか？皆さんもですね、なんかやっぱ大好きなものにね、こう囲まれて暮らすっていうのは大事だと思いますよ。自分がいつも一番多くいる場所でしょうからね。自分が大好きなものに囲まれて、ゆったりできる空間を作り、何か参考になっていただければと。このさ、障子とかも良くないですか？このね、案外そっちから撮ってもらうとすごくいいと思うよ。どうですか？ほら、このなんか、ヒルビルみたいな世界観。ね。いいよね。素敵。このね、障子越しのね、このなんか明かりもすごい素敵なんです。これもすごくお気に入りです。まあ、久しぶりにちょっとガズの家をご紹介したわけですけどですね。まあ、私たちここでですね、いろんな YouTube の発信とか、まあ、いろいろ、なんかガズラジ撮ったり、あ、ちなみにガズラジはそこのコーナーで撮ってたりとかするんですけど、まあ、いろいろここから発信しているわけですけど、やっぱりね、居心地がいいところに自分を置いとくっていうのは大事だと思いますから、そこで大好きな曲を演奏するとか、いいですよ。はい。そんなわけで、ちょっと間が空いちゃったんですけど、ガズの家。この家に来てからは第2弾になる。かな、はい、紹介させていただきました、皆さんもですね、ただ音楽をやればいいってんじゃなくて、やっぱりどんな環境で音楽をやるかとか、どんな心持ちでやるかって、やっぱ弾き語りってそこもすごい大事ですからね。そんなこともちょっと意識していただいて、ちょっと緑を飾るとか、ちょっとなんか可愛い小物を置くとか、で自分のテンションを高めてですね、素晴らしいこう状況を作り出すって大事だと思います。いかがですか、ハニーさん。うん、そう思います。そう思います。本当ね、心地がいいよね。そう、もう僕、ハニーさんのおかげで、本当ね、いつもこんな可愛いものたちに囲まれててね、もう本当にね、素晴らしいですね。はい、何かの参考になっていただければというふうに思います。はい、さあ、そんな感じで、この部屋から、また日々、いろんなものを生み出していくんで、皆さん、ぜひ、それをご活用して、さらにご自身の人生楽しんでいただけるように、ご活用ください。それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。